おはようございます。こんにちは、船橋のじいちゃんです。今日からビデオブログ始めます。いろんなことやっていきたいと思って気持ちだけ進んでますが、どうなりますか。10回、100回、1000回と続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はいい天気です。朝のお散歩中です。私は船橋に住んでましてね、生まれてこの方ずっと船橋です。来年4月で還暦60歳になりますがね、それを機にちょっとビデオブログ始めたいと思いますので、よろしくお願いします。ここが船橋の港です。船橋港、こちらラポートです。ちょっと逆光になっちゃってますけれどもね、船橋親水公園というところです。昔横浜だったかな、そこまで定期船が出てたんですが、もうなくなって何十年も経つようです。桟橋もこんなに錆だらけになっちゃってます。猫がいるよ。おはよう。お散歩とはいえ人が結構いるんでね、やっぱりマスクは必要ですね。ヨットがたくさんあるんですが、あんまり動いてるの見たことないかな。今日はこの後かみさんとコストコまで行って、仕事が3時ちょっと前からなんでね、明日お休みなんでね、何しようかなと思ってますが、このビデオブログ編集とかどのくらいかかんだろうな。まあ長い目で見てください。よろしくお願いします。お、船が出てきたよ。何の船なんだろうね。ゆっくりと海の方に出てきます。震災で歪んじゃってる、そのまんまです。何が釣れるんだろう。電車、あれは京葉線、東京行きです。さっきの船があそこまで行って、沖には大きい船が止まってます。なんか積み下ろしてるんですよね。はい、じゃあ朝の散歩この辺にして帰ってコストコ行こう。さっきヨット動いてるの見たことないって言ったけど、早速もう沖に出てくヨットがいます。初めて見た。ヨットって確かあれだよね、海出ないと帆張れないんだよね。はい、モーターで走ってるようです。いってらっしゃい。コストコでランチです。ちょっと汚い感じですけどホットドッグとプルコギベイク。今日のお昼はこれ。今日買った目玉商品はこのお肉、でっかいやつです。いくらだっけ。5400円。当分食べれるね。あとは肉、サーモン、しめじなどなどです。
バナとワンピースなども買いました。じゃあお昼にしましょう。とってもいい天気です。入るのにちょっと時間かかったけど空いてたね今日はね。なんと会社の同僚にまで会うという変な一日です。じゃあ帰ってお仕事行きましょう。仕事終わりました。お疲れ様でした。今10時半過ぎです。今日のお仕事終了です。ふう、明日お休みなんでね、ゆっくりしようかなと思います。今日から始まったブログなんですが、これからどういう風になるのか楽しみですね。私だけかな、楽しみなの。ダッシュボードの上に iPhone 固定してね、撮ってます。自撮りしてます。ほとんど暗くて顔見えないんじゃないかなと思うんですが、空いてれば15分ぐらい混んでて、最近工事してるんですよね、夜ね。それ次第なんですけれども、早く着くと嬉しいな。お風呂もゆっくり入りたいし。これが前 iPhone から見た前です。もうちょっと正面向けた方がいいのかな。こんなような感じ。下がね、ダッシュボード映っちゃってますね。ピンボケ、ピントが合ってないね。これはどうしたらいいんだろう。今後の課題だと思います。暗いせいもあるんでしょうね。では工事がやってなくてスムーズに無事に帰れることを祈りまして、今日はこの辺にしときます。どうもありがとうございます。またお会いします。はい、どうもありがとうございます。それではまた明日。